こんにちは、ダちゃんです。今日はですね、韓国の、おやつ、まあ、メインでもいいんですけどね、トッポキっていうのをね、作ってみます。韓国のお餅の中で、トックとトッポキっていうのがあるんだけど、これですね。大きいね、食材屋さんだと、韓国のコーナーにトッポキっていうのがあります。まず、ちょっと水をくぐらしたこの、お餅、トッポキですね。それと、キャベツ、まあ、適量。玉ねぎ。あと、韓国は、おでんって言って、油揚げの平たいようなのがあるんですけど、まあ、ちょっと日本あんまりないので、これ、さつま揚げですね。これ切ったやつ。これと、ごま油と、その食材屋さんとかに売ってます。トッポキソースね。もうこれだけで簡単なので、ちょっと作ってみますね。すぐできちゃいます。まずフライパンに火を入れて、ごま油ですね。まあ、適量入れます。で、最初に、キャベツと、玉ねぎ。よいしょ。玉ねぎを入れて。炒めます。お餅なんですけど、この前買った寿食品さんでね、まあ柔らかい韓国のお餅が売ってたんですけど、もうね、ちょっとそれ、東京の新大久保あたり行かないと売ってないんですよ。半生タイプみたいなやつなんですけど、まあ多分、大きな、総合ショッピングモールとかね、行くと、売ってると思うんですけど、そこにはね、こういうちょっと硬いろうそくみたいのしかないので、それを使います。すごい、買った時にカチカチでこれ大丈夫なんだろうかって思いますけど、韓国のお餅ってこれ、水分を吸うと、すぐ柔らかくなりますので、全然心配いりません。本当はコチュジャンと、だしだっていうね、韓国のだし、あ、まあ、だしだか、煮干しっていうのがあるのね、煮干しタイプの、韓国の。それが、あって、まあ、ニンニクとかあればいいんですけど、まあ、このトッポキソース、これはもう全部、ジャンができてるので、とっても楽です。で、ここに、さつま揚げと、お餅ですね。入れちゃいます。で、ちょっと火も弱火にして、ちょっと炒めていきますね。韓国だとね、これは、まあ、夕飯っていうより本当に、学生のおやつみたいでね、帰りにちょこっと食べたり、歩きながら食べたり、するみたいなんですよ。でもね、うちではこれよくやるので、もう夕飯として出しちゃいます。そうするとね、お米、ご飯を、お餅なんでね、お腹いっぱいになるんで、ご飯食べなくてもいいぐらいになるかもね。で、時間置くと、お餅が少し硬くなるかもしれないんですけど、そこは、ちょっと、もうお水入れて、少し電子レンジで加熱するとか、まあ、フライパンでもいいんだけど、少し足らなかったらお水入れて、もう一回温めてもらうとね、お餅復活しますんで、まあ、次の日でも大丈夫だと思う。うちは食べきっちゃうんだけど、まあ、こんな感じで、炒まったところで、このトッポチソースをね、適量、もうお好みです。入れれば入れるほど辛いですけどね。ちっちゃいお子さんがいるうちは、ここにお砂糖を入れてあげてください。そうすると、ちょっと味がね、マイルドになりますよ。で、玉ねぎと、このさつま揚げがね、味噌で、これが案外甘くしてくれる？玉ねぎがね、甘くしてくれるので、
とってもいいと思います。日本で売ってるスーパーのね、トッポチはなんだっけ、鶏肉と炒めるトッポチの、なんかソースみたいなのが売ってんだけど、まあ、これだとおかずになるよね。豚肉入れてもいいと思うけど、まあ、うちはいつもシンプルに、こんだけ。ここでもお餅柔らかくなるんですけど、ここで少しね、お水。ね、お水、もうこんぐらいでいいですよ。少し入れます。で、火を弱めて、で、水から飲む。まあ、韓国の屋台とか行くと多分、このソースがね、なみなみで、このソースの中にちょこちょこ浮いてる感じのトッポチが多いかもしれないですね。まあ、お餅が、硬くなっちゃうっていうのもあって、ちょっと多めのソースの中に、浮いてるんだけれども、もうほんと簡単も入れて、炒めるだけ。これ最初ね、すごい辛いと思うんですけど、まあ、ちょっとずつ食べてるうちにね、慣れてきますよ。うん。で、抵抗なく食べられる。で、ご飯の時に、これプラス、まあ、お米を食べるじゃない？そうすると、すごい、お米のね、甘みを感じる。すごいよね。口の中が辛くなると、すごい米がね、すっごい、米の糖分がすごいダイレクトに口の中に伝わる。すごく甘く感じる。で、これでね、ちょっと味見しますね。お父ちゃんがね、あんまり辛いの好きじゃないんだ。うまっ。うん。でもね、もうちょっと。やっぱソースが欲しい。よいしょ。もうちょっとどこじゃないの。真っ赤っかだ。辛ラーメンもそうですけどね、韓国料理は、基本慣れかな。これ初めての人食べるとちょっとお尻が痛いっていうのかもしれないですね。うちはもうキムチとか、まあこういうのとかね、チゲ鍋とかも、ちょっと辛いの大好きで、ちょっと胃がんが心配かもしれないけど。まあこういった感じで、お餅。さっきすごい硬そうだったでしょ。でもほら、見て。こんな。ふにゃー。柔らかい。一個食べる。うん。わかるかな？この弾力。うん。めっちゃ柔らかいです。もうこれで。日本のお餅より全然柔らかい。すぐ、柔らかくなる。でね、このトッポチ、トックもそうなんだけど、お汁粉の中にね、浮かべて、お汁粉にするととってもいいですよ。お餅がね、なんていうの、日本のお餅だと溶けちゃうじゃない？でも、すごい、この形状のまんまずっと浮いてるので、白玉とかよりいいかもしれないですよ。ね、一度やってみてください。で、これで、今日ね、完成ですよ。はい、火止めて、ちょっと持ってみるね。3分クッキングみたいだね、キューピーの。3分クッキング。てぐてっ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 てで、はい。はーい。できました。こんな感じね。はい。どうですか？美味しそうかな？皆さんも、簡単に、ソース1個あれば、もうほんと炒めるだけで簡単なので、ちょっと作ってみてくださいね。それでは、今日はここまで。どうもご視聴ありがとうございます。
倍なら。